こんにちは、うさぎ飛びチャンネルでございます。今回は最大2000人が同時に遊べるグランド RP ロールプレイサーバー関連の動画となります。まだ始めてない人は概要欄のリンクから登録していただければゲーム内マネーなど多少お得な特典がついてきます。パソコン版の GTA5 があれば無料で開始できますので、まだやったことがない人はぜひ遊んでみてください。さあ今日はですね、ちょっと車のバグについてです。先日ですね、イベントで入手した車がありまして、で今日ログインをしてですね、学校イベントで、課題をクリアしようかと思いまして、素材を使うところがあるんですけど、今日はこんな感じでダイヤが10個で、そのダイヤが入ってる車をですね、開けようとしたところトランクが見れない。でこれはですね、先日、イベントで入手した車でですね、皆さんというか多くの方がこの車もうすでに入手してるんじゃないかと思います。S1 という車ですね。なんとこの車の名前を見ようと思ったら、ふざけたことにバグという名前に変わってました。こんなところでバグ宣言されてもらって感じなんですけども。で、この車だけがですね、インベントリーを開いてもトランクの中が見れない。で、トランクはちゃんと開くんですけど、中が見れない。でこれは僕だけなのかと思ってファミリーさんに聞いたところ、ファミリーさんも同じ現象が起きてる。でログインしてログアウトし直しても直らない。で車を外に出してみても直らない。この入手できる車はですね、以前 BMW を入手した時も車の外観が変わってしまったりというバグがありまして、どうもこの無料でもらえる車には何かがあるらしい。で僕はこの車にですね、いろんなもの突っ込んでたんで、もし間違って中身が消えるなんてことになるととんでもない損害が出ます。おそらくはしばらくしたら治るとは思うんですけど、とりあえずこの学校イベントに突っ込む、ダイヤ10個が手元にない、かなり持ってたのになんてこったって感じですけども。でですね、車屋さんがですね、今日なんかアップデートされてまして、試乗や購入が昨日まで一切できなかったんですけど、どうやら試乗ができるようになってて、何台か試乗してきたんですが、昨日までですね、確かに試乗も購入もできなかったんですが、かなりの車の台数があって、これは早く試乗できるようになったらいいなと、いろいろと目をつけてた車があるんですが、どうも今日のアップデートでそれらの車が消えてる。シビックとか、サンニー R があってですね、国産車が結構ラインナップがあったんで、もともと僕は国産車が好きなんですが、乗りたかった車が全然ない。昨日まであったのに、なんかめちゃめちゃ残念な感じです。でそれらが、一体何なのか、たまたま今日消えちゃっただけなのか、今後出てくる車を間違えてあそこに公開された感じになってて、やっぱり車屋さんで売られることはない車たちなのか、そのあたりよくわかんないんですけど、とにかく欲しかった車が、ごそっと消えてる。いや、せっかくちょっと国産車1台買ってちゃんと仕上げようかと思ったのにな。まあずっとね、僕動画で国産が好きだなんて言ってて、結局持ってんのがランボルギーニとかポルシェとかそんな感じの車なんで、ちゃんと車仕上げたいなと思ってたんですが、まあこのあたりはね、ちょっとなるべく早い対応をお願いしたいところですけど、あと車屋さんでですね、前まで値段が出てたものが出てなかったりと、あとはなぜかコンテナに飛ぶようになってて金額表示がされてないものが多数ありまして、これはまあコンテナのガチャである車たちなんですけど、金額表記がここで記載されててくれないと、そもそもですね、コンテナガチャを引いてその後に、カスタム代金や保険がどれぐらいかかるのか、車体価格がわからないとまるっきりわかんないので、これは非常に不親切な感じになっておりますね。で一応ですね、試乗の際っていうのは F2 と F3 で、カラーリングとかカスタム内容というのは内容確認ができるんですけど、エンジンレベルとかが上がってた場合の、マックスにカスタムした場合どれぐらい速くなるのかっていうのが試乗の状態ではわからないので、そのあたりがね、購入するときには非常に悩むところなんですね。
で、一応僕が今やってるのはもう車屋さんではこれはどうにもならないので、病院とかね、いろんな施設を回って、レンタカーでね、自分が欲しい車があって、なおかつフルカスタムになってるやつを探して、それを乗り回して、それを買おうかどうかというのを考えるっていう感じにしております。このあたりね、コミュニケーション能力が高い人はね、その辺の車で一般の他のプレイヤーさんの車を見てフルカスタムの車があったらちょっと乗せてくださいとかって頼んでる人も見かけたりするんですけども、僕はそのあたりコミュニケーション能力が全くない、ちょっとね人見知りというかテレアというか何と言ったらいいんだろう根っからのソロプレイヤーなので自分から話しかけることがなかなかできないんですね。なのでいろんな車を試したいんだけどフルカスタムのレンタカーを見つけるしかない。まあその点ね、僕はよく化石のマップをやりに行って崖から落っこって死ぬので、病院で湧いてレンタカーに乗る機会は非常に多いんですけども、まあそうするとね、北の病院にだいたい湧きますんで、まあそっちにレンタカーがいいのがあれば乗れるんですけど、まあだいたい置いてある車はほとんど一緒。なおかつですね、この北の病院の周りのレンタカーっていうのがなぜかしょっちゅう全部ぶっ壊れてることがありまして、それがチートによるものなのかバグなのかよくわかんないんですけど、しょっちゅう車が全部パンクしてたりとか乗ることができなくなってたりしますね。まあとにかくいろんなバグとかちょっとおかしなことも多いこのゲームなんですけども、ちなみにですね、まだ始めたばっかりでちょっとこういった対処法がわからないという方に、声は聞こえるけど人の姿が見えないということがこのゲーム多々あります。そういった時はですね、そこから一度走ってその場を離れてまたその場所に戻ってきたりすると今まで見えなかった人が見えるようになったり、車なんかもそういった現象でなんか見えなくなったりっていうのがありますね。まああと相変わらず車の変色バグはずっと起きてるようですね。なんかガレージに入ったらいきなり車が真っ黒くなったりとか、走ってるうちに変色していくっていうのも結構あるようです。この世界ね、車の色を塗り替えるだけでもかなりのお金取られるんで、せっかくね高いお金払って色を塗り替えて自分だけが変な色に見えてたんじゃものすごく納得いかないんで、早いとここの辺りも対処してほしいところです。で、最初にお話しした無料で入手した車のバグ、これらに関しては、まあ、一時的なものでね、この動画公開する頃にはもしかしたら治ってたりとか、そんなこともあり得るんですけど、なので、今この車がね、ちょっとおかしな状態なので、今後どうなるかはわかんないですけど、今この段階でトランクとかに物を積んでない人は、この車はいじらない方がいいと言いたいところだけど、そもそもトランクが、見れないので今からトランクに入れることもおそらくできないんで、多分今何もしてない人は何の問題もないでしょう。いやこれ中身消えたらシャレにならんなという感じで、今回は朝っぱらにログインしてみたらちょっといろいろおかしなことがあったので急遽動画を回しました。まあこういった感じで何かおかしなこととかがあった場合はコメント欄なんかでいただけると、まあ僕ができる限りは運営さんに問い合わせたりすることも可能になりますんで、コメントいただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。